新型コロナウイルスの世界的な感染広む台を受け、海外からの帰国者が相次ぐ台湾。これらの人々のニーズに対応するため、21日から空港内の免税品店でマスクの販売が開始された。特別な許可を得て入境する外国人も好入りできる。同措置を発表した中央感染症指揮センターによると、販売するマスクは大人用が3枚1セット、子供用が5枚1セットで、価格は各50台湾元約190円。搭乗券とパスポート、あるいは航空券の購入を証明できる書類を提示すれば、1人1セット購入できる。購入者が台湾人、または居留証、アークの保有者である場合、台湾で実施されているマスクの実名制購入との重複はできない。マスク実名制は、政府が一括して買い上げたマスクを、指定の薬局や衛生所、保健所、ウェブサイト、アプリを通じて販売し、購買者に国民健康保険証の提示を要求する仕組み。一度に買い得る枚数が決まっている上に、購入記録も残るため、買い占めや重複購入の抑制に役立つ。先月6日に開始された。空港内では、すべての免税品店が無償で販売を代行する。各空港で提供されるマスクの数量は、台湾桃園国際空港イコール大人7万人、子供1万人分台北松山空港イコール同2000人。200人分、台中国際空港イコール同1500人、200人分、台南空港イコール同500人、50人分、高雄国際空港イコール同3600人、200人分。今後状況に応じて調整が行われる。台湾は19日午前0時から外国人の入り境を原則的に禁止しているが、居留証や外交、公務証明、ビジネス契約履行証明、その他特別な許可を有する人は対象外となる。ただし、国籍を問わず全ての入境者には14日間の在宅検疫が義務付けられる。